これ100ボルトの電源コードはここにありますか？はい、これは実はコードいらない充電型、こちらですね。はい、2個18のボルトのバッテリーを2個挿してます。なので電源コードが取れないとこでも使えるという、こちら充電式の集塵機ですね。これが松田さん今度モデルチェンジしたんで、これを今回ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあこちら、新しい集塵機充電型ですね、変更点というか変わったところお伝えしたいところが2点あります。まず1点は、吸引力ですね。前のモデルがその最大吸引仕事率65W だったのに対しまして、こちらのモデルは 75W までアップしています。より強いパワーで吸うことができます。そしてこのモデル2点目ですね、変更点というか音が前のモデルよりも静かになってます。そこはちょっとあの後の動画の方で比べたいと思いますね。音も静かになってます。まあ、この2点がお伝えしたいポイントで、あとはもう前のモデルからも大好評なんですけども、ギュッパフィルター採用しているので、電源入れた時とかですけど、ゴミが吸着、すぐパッと振りほどくような感じなので、目詰まりがしにくいっていう、こちらの牧田さんが前のモデルからやってるギュッパフィルターも採用しているので、非常に使いやすくなっております。はいはい。でこちら充電型の集塵機なんですが、最大の特徴はここ Bluetooth、 要は無線で連動させてお使いいただけるっていうのが売りです。今ちょうど、これ牧田さんの充電型の丸ノコなんですけども、ここにチップが入ってます。なので要は今ちょうど何もつながってないんです。こちらで動かすと本機の集塵機の方も連動させて使えるという仕組みになってます。でもちろんこのモデルなんですけど、例えば今ちょうどつなぎます。で通常だとこうつないだこのホースに加えて、ここら辺から要はコードも引っ張ってきて丸ノコにつけるという、こうこれが結構手間で、このどうしてもこの作業中にこのコードを切ってしまうっていうことがありましたが、この充電型というか Bluetooth モデルですと、このゴミを伝うこのゴミというか粉を吸うこのホースのみで、他は何も必要ないんです。なのでこのままお使いいただけます。はい、余計なコードが邪魔なコースが出ないので、非常にスムーズに使えるということになります。そしてもちろん新築さんの現場だったり、電源が取れないようなところでも、お互いこれ充電器同士、バッテリー型同士なので 100V コンセント取れなくても、しかも連動させてお使いいただけると。でこのモデル、Bluetooth 対応モデルは牧田さんの方で、丸ノコもそうですけれども、デスクグラインダーやドリル、あと他の工具もですね、どんどん出てますので、電源取れないようなとこ、例えばコードが邪魔だっていう時に、 Bluetooth モデルだとそういったものを気にしなくてですね、作業に集中してお使いいただけるっていうことになるんで、ここがやっぱりおすすめのポイントというか、最大の特徴になります。はい、じゃあすみません、ちょっとじゃあ新旧でちょっと比べたいと思いますんで、まずこちらがですね、VC864D の前のモデルで、こちらが新型の VC867D の新モデルになります。で見た目の方はすみません、私もちょっとまあ見たんですけど、大きく変わんないです。ほとんど同じですね。パッと見ではわからない感じですね。大きさは重さも一応同じです、バッテリー込みので。まあ変わったのが、まあ吸い込み量、吸引力が上がってるんですが、音を比べたいと思います。で今ちょっと新人君いるものにいらっしゃるので、新旧の音をちょっと比べたいと思います。まずはじゃあ古い方から音お願いします。はい、今度は新しい方。今一番両方とも5の一番パワー強い方でやってるんですけど、ちょっとカメラだとなかなかわからないかもしれないんですけども、新しい方がやっぱ静かです。もう一回古い方押しますよ。はい、ウォーンって音します。新しい方、はい、わかりますか、静かです。じゃあこちら新しくなりました新型の充電型の集塵機 VC867D、
こちらのセット内容はまずは、主役の本体ですね。主役の本体とあと付属のこういったホースですね。こちらホースとそれのホース、口をこうつなげるための機械に合わせるためのこういったカフス、あとはバッグとあとこういったポリ袋ですね。ゴミ入れるポリ袋、こちらの方がついています。そして自作ではちょっとおすすめしたいのはもう一つあります。これがまあなんですけども、お願いします。はいはいはい、こちらがパワーホースキットになってまして、はいはいはい、お中の方に 18V のバッテリー 6A が2つ、はいはい、あとこちら充電器が2つ同時に充電できる急速充電器がついてます。2口ですね、はい、このパワーソースキット、これいいですね。相性良さそうですね。最高です。これも置いていますので、こちら新型のバッテリー2つでお使いいただけるので、こういったパワーソースと併用して使うとより使いやすくお仕事の方も、潤滑にできるような感じになりますね。気になる方はぜひ自作ワークスまで、もちろんうち のスタッフが、皆さんを歓迎させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。自作ワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。